米大リーグドジャースの大谷翔平投手は6日、日本時間7日、本拠地ブルワーズ戦に1番 DH で先発し、4試合ぶりとなる宇宙間への28号ソロを放った。5日、同6日、に30歳となって最初の一発で53の勝利に貢献。現地で目撃した日本の芸能人のリアクションに、日本のファンからは、思わず笑った、めっちゃわかる、と反響が寄せられている。 動画、女性芸能人も、鼻血出そうな勢い、で感情爆発大谷翔平28号の実際の映像。日本から駆けつけたのは中川翔子。4対3の8回1死走者なしで、大屋が打球速度109.9マイル、約176.9キロ、飛距離430フィート、約131メートル、の一発を宇宙間スタンドに突き刺すと、うわあああ と歓喜の絶叫した、前の席のドジャースファンともハイタッチ。スマートフォンで28号の撮影に成功したようで、撮った。やった、ありがとう。と空に向かって叫び、壊れ気味、に大興奮だった。中川は X で自身のリアクションを収めた動画を公開。文面で、マジで生きててよかった最高すぎる、と大喜びした投稿に、ファンからは、もうめっちゃわかる。 思わず笑っちゃったけど現地でせいでお初だったらみんな、こうなるか、見ていて微笑ましい。何がすごいって中川翔子さんをここまで興奮させてる大谷翔平。ちょこたん、鼻血出しそうな勢い、と共感を集めていた。